どうですか佐藤先生、その辺はどうですか。その当時は早かったから、はい、そういう検査ができたということですか。いや、そう思いますね、うん、今はもう保健所もパンパンですしね、うん、クリニックにもやっぱりいらっしゃいます。発熱が続くんですけど、うん、でもやっぱり重症化しそうな人だったり、もう重症化してる人しかもう送ってもですね、やっぱ帰ってきちゃう、検査もしないで、うん、っていうことが今起こっているので、どうやってこの検査数をもう少し増やせるか、うん、で、これがやっぱり検査数が増えると感染者数が増えるので、うん、軽症者はホテルでとかっていう話が出てきてますけど、まあ、正直もう少しスピード感を持ってやってもらえてたらなって思うところは多々ありますね、うん、まあでも言ってもね、検査技師の数は絶対足りないわけだし、うん、はい、今から増やそうって言ったって増やせないですもんね、うんうん、だからそうですね、その2万件に増やすのを誰がやるんだ、誰がやるのかっていうのは、だってもう考えただけで気の遠くなるような作業ですよ、はいはい、そうですよね。一本差 RNA をあれ、はい、DNA にコピーするんですよね。あ、そうですね、 RNA ウイルスなんで、RNA を DNA、 日本差の、DNA にまずコピーして、その DNA を増幅する、増幅っていうのを増殖させるというか、増やすコピーして増やしていくんですけど、その機械自体は頑張りゃ作れる、はい、要は工業製品なんで、はい、LINE に載せれば作れはしますよ、はい、だけど臨床検査技師とか、うん、その要はその例えばだから本当はだから抗体、ね、うん、検査キットがちゃんとしたのができて、そのどれぐらいの抗体価があれば大丈夫なのかっての分かってくれば、それは超簡単です、うん、1人でもできるぐらいの、自分でもできるぐらいの、妊娠検査薬みたいな感じでできるんでいいんですけど、遺伝子を調べる方法は、うん、まあもう結構無理ゲーだと思いますよね。もう何かその業態変換しても難しいわけですね。それを結局鼻に入れるのがですね、はい、インフルエンザは医師看護師臨床検査技師ができるんですよ、はい、で多分今回コロナのは多分医師か看護師って多分縛りがあると思うんですよね、うん、だからその実際にPCR 検査をやる人もそうですけど、うん、取る人っていうのも少ないんですよ ね、はい、だからそれをもう今の入院患者を受け入れている病院とかでやるのはもう無理です ね、 無理ですね、やっぱそれは重症してる人たちのケアに当たるべきですので、うん、そこを誰がやるかですね、うん、あと感染防護具ですね、はい、もうそれも本当ないんで、大学病院クラスでも、うん、N95 マスクっていうのも、うん、もうあと2週間ぐらいで終わるねっていう話も聞いてますので、うん、使いましたよ。あ、そうですか。いやもうだから毎回あれ変えるんですよね、うん、本当は、はい、本当は毎回変えるんだけど、はい、変えられないからもうずっと使い続けてるみたいな、はい、ああ、そうですか。消毒して使い回しみたいな、使い回しというか自分がずっと1週間つけてますみたいな人もいるみたいですね、うん、なんでちょっとその辺は直近の課題は医療機関はそのあたりですかね、マスク N95、はい、の足りない、あと防護服、うん、そうですね、検査数増やすんだったらそこも確保しないといけないんで、はい、まあ、今回でも結構ね、うん、研修医の最近不祥事というか、あれ何なんですか。あれはですね、多分まあ3月で研修が終わるんですよね、はいはい、で2年間研修医ってやるんです、うん、まあ、2年か3年とかやるんですけど、うん、まあ、そこのなんていうか、そこからもう病院で研修先からこう各種いろんな病院にこう散るので、うん、まあ、なんか高校の卒業式みたいなもんですよね、はい、そこの飲み会があったんじゃないかっていう話ですけど ね、うん、それでも、うん、それやばいですよね。はい。佐藤先生攻めてもね。まあそうなんですけど、いやなんか結構要はね、まあ数にしたら何万人とかが自粛してる分を一発で台無しにするっていう。台無しにしますよね、その病院元って、ね。多分これからまた3月下旬にやってた飲み会があらわになってくると思うんですよ。はい、今研修医だけ分かってきてますけど、はい、本当は飲んでっちゃいけなかった人たちが、はい、どこで感染したっていう事例が多分今後多発するんじゃないですかね。はい、それでまあ、お話の中でもやっぱ長期化するだろうというこのコロナの影響を受けて、うん、はい、まあ、先ほど時間ある程度1年2年と長いスパンでお考えしているということだったんですけど、水留さん、この後飲食界の未来をどう見ているかというところをぜひお伺いしたいなと思うんですけど、うん、そうですね、まあ、やっぱり厳しい、ここ数ヶ月は相当厳しいことが起こると思います、うん、やっぱり事業を継続できないっていう人も
まあ、会社もいろいろ出てくると思いますけども、うんうん、まあ、ただ今回やっぱり教訓にしないといけないのは飲食業、本当に、まあ、さっき堀江さん言ったようにこう、うん、自転車操業のところがすごく多いんですよね、うん、あんまりこういう、まあ、こういう状況に対する耐性が低いというか、うん、まあ、そこのところはもう少しこう進化をしていくんじゃないのかなと、うん、やっぱある程度こう企業体としてこう耐久力のあるような経営をしていかないと残っていけないっていうようなこう形に多分なっていくと思うので、うん、まあ、そこは業態として少しこう、まあ、成長していくというか、うん、進化してくるといいかなと思ってますし、うん、まあ、できればそういったところをね、我々としてもいろいろとこう貢献をしていきたいなというふうに思ってます、うん、まあ、強いところが、財務体質強いところが生き残ると、うん、まあ、そういうふうにしていかないと生き残れないっていう、前哨さんとか強そうですよね、まあ、社長は相当、社長はもうゴリゴリすごい人ですよ、知ってますよ、ね、小川さんというね、そう、一応東大の先輩なんですよ、はい、で僕一回なんかで、はい、会ったことあって、はい、多分なんか証券会社の人に、同じ大学だし飲食で東大出身の人珍しいから紹介するよって言われて、紹介されたらいきなりグーパンチですよ、はい、いきなりポン腹パン食らって、はい、おお、はい、おおじゃねえよ一回めっちゃ強烈な人ですよ。だからやっぱり飲食業界ではやっぱあれだけやっぱりこう抜きん出た存在になるっていうのは相当やっぱりすごい人なんですよ。なかなかいないですよね、ああいう経営者って。まあ、やっぱりこう結構代々続いてる、ね、飲食店さんとか、はい、結構そういうところもあるんで、やっぱり叩き上げで大きくしてきた人っていうのはやっぱ強いですよ。逆にこれはもうピンチをチャンスに変えようみたいに思ってゴリゴリやってますね。もう金借りるだけ借りて貼るんだっつって、コロナ後を見据えてみたいなっていう人たちもいます。その辺はどうですか、そのグローバル戦略もあったりとか。まあ、そうですね、おかげさまで今それほど我々としては、うん、まあ、困窮しているわけではないので、はい、やっぱり攻めをどっち側に向けていくか、うん、まあ、国内もやっぱりね、まだまだこういろんな再編だとか、うんうん、業態をこう作っていくというところもありますし、うん、まあ、一方で海外はまあ非常に今ね、まあ、コロナで今ちょっと少しスローダウンしましたけど、うん、まあ、寿司業態としてはすごい好調なんで、うん、まあ、ここはしっかりと成長を続けていけるかなと思ってますね、うん、香港なんかはもうほぼ戻ってますからね、今、うん、数字としては香港戻ってますよね、はい、で香港がまあすごいのは、うちも先月末に保証金の小切手も送られてきましたから、ね、あ、そうなんですね、はい、だからそれぐらい支援も早いし、うん、まあ、支援も早いんで、うん、結構マーケットの戻りも結構早く今来てますよね。香港で感染者数増えてないですか。それほど増えてないですよね、うん、で、まあ、やっぱり統制はやっぱりそれなりに強い、うん、まあ、国なんで、まあ、それなりに統制が入って、まあ、ある程度抑え込めてると。うん、なるほどなるほど。水留さんは東大の先輩なんで、堀江さんグーパンチしたりはいきなりニュースピックス のインタビューですけど、かなりワイルドないえいえストーリーでここまでいると思うんですけど、今ちょっとおとなしくなりました。はい、ということで緊急事態宣言を受けてこの状況がどう耐え抜くかというテーマで今回飲食業を中心で、まあ、途中夜の活動の話もございましたけれども、ちょっとこれ堀江さんいかがでしたかということで。いやもうだからあれですね、うん、精神的に強くならないと耐えられないんじゃないかなっていうのはすごい思いますよ、うんうん、やっぱ心折れちゃってる人は、うん、もう何もかもが怖いみたいな、うん、っていうのがすごいみんな思ってるっぽいんで、すごいムードは最悪ですよ ね。なんか先ほどその堀江さん そのネットの中のクラスターというかな、ネットの中の人たちと街の人はもうちょっと違いがあるんじゃないかなみたいなニュアンスでおっしゃったんですけど、はいはい、その辺どうですか。だから、うん、要はネットのクラスターと、うん、ね、クラスターってクラスターじゃないです、うんうん、ネットの人たちは割とこう過剰に、うん、自粛ムード、うん、なんか、うん、つまり自粛の投稿をしないと叩かれるんで、うん、みんな自粛なんですよ、うん、
でも過度な自粛にどんどんエスカレートしてるんですよ、うん、絶対一歩も家から出ちゃダメですよ、うん、みたいな感じの論調なんですよ、ね、うん、はい、ネットはほぼそうです、うん、街の人は、はい、逆に言うと緩んでるっていうか、はい、あの緩んでる人はすっげえ緩んでて、はい、だってさすがに分かるじゃないですか、キャバクラとか行ったら感染しそうだなぐらいは、うん、それ自粛しようよまずは、ね、うん、でもそれを自粛してない人はすごい多いかな、うんうん、だからまあそこの表と裏みたいなのがあるってことですね。そう、表と裏があるし、はいはい、ネット民が見てる世界と、うん、はい、そうじゃない人たちがやってる世界は全然違うなっていうのも印象としてはありますね、うんうん、世の中分断しちゃってる気がしますね、はい、うん、はい、それでは皆さん、あの次回も、お楽しみにということで、ありがとうございました。ありがとうございました。